ジップエンターテインメントとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト2次プロジェクトシーズン2が韓国合宿に突入しパート2となってリスタート日本合宿を通過した12名の参加者がデビューを目指し韓国でさらに厳しくなるミッションに臨むまずは個人レベルテストが始まったが日本合宿の時と比べて驚くべき成長を見せる参加者が続々パート2第1話 で披露された勇気、春、優のパフォーマンスを考察とともに振り返る。写真、元気でキュートな姿で魅了した勇気、日本合宿から3ヶ月後に始まった韓国合宿日本合宿から3ヶ月日本在住の参加者たちが韓国にやってきた。そんな彼らを、ジプ練習生の6人と一足先に来ていた件が、手書きのウェルカムボードを持って新川空港でお出迎え。 お互いに久々の再会を喜び合った日本合宿では個人の評価が中心だったがこれからは一つのチームを作るための評価に変わるグループの中でどれだけ個性や特徴を見せられるかがポイントだ j y パークはチームにとってプラスとなる明確な何かが必要と語るそして審査の基準が可能性と素質から実力重視に変わる 真実、誠実、謙虚勧告合宿中に4つのミッションが課されるが、3回のレベルテストのうち、最下位である12位に2回なってしまったら、その時点で脱落が決まる厳しいルール。だが、実力だけで評価するわけではない、という J.Y. パーク、実力と同じぐらい大切なのは、態度と心構え。彼が常に掲げる、真実、誠実、謙虚、が重要視される。 どれだけ優れた実力があっても、チームのプラスにならなかったり、チームの成長の妨げになる何かがありそうだ、と感じた人物は選べない、と彼は信念を語った。真実、カメラがある、ないにかかわらず、言葉と行動に一貫性を持つ。カメラがないところでも、してはいけない言動はしない。誠実、1日だけ、1週間だけ徹夜で努力して、それ以外は休む。 というような焦った、偏ったことをせず、規則的な生活をしながらコツコツと努力をする。謙虚、自分には厳しく、他人には優しく接する。上辺だけの謙虚ではなく、常に自分の足りない点を直視し、周りの人に対しては短所を指摘するのではなく、感謝する。ジプのアーティストになるためには、このように人として大切なことも求められるのだ。最初のミッションは、 成長を見せる個人。